それではただいまから定例記者会見を始めます。本日の発表事項6件を一括して市長からご説明申し上げます。はい、おはようございます。今日は6件ですが、皆さん方がゴールデンウィーク中のため限と使えるような、統計ものを織り交ぜて発表させていただきたいと思います。まず最初はですね、福島市への移住者が過去最多を更新したというものであります。人口減少が加速する中、移住者を増やすというのは私どもにとっても非常に重要な課題になっておりますが、まあ、福島市ではこれまで、福島スタイルということをテーマにですね、移住者を、増やす、そういう取り組みを進めてまいりました。まあ、その結果、本市の移住者の定義ですけれども、福島市の相談とか支援策とか、まあ、そういう何らかの施策を通じて移住された方、これを統計として取っております。それがですね、昨年度ですね、令和4年度は373人ということで、前年度の約 1.5 倍、世帯数も210世帯でこちらも約 1.5 倍になりまして、過去最多になったというものであります。推移はご覧いただければお分かりの通り、平成28年ぐらいはわずか7人でありましたけれども、近年、移住施策強化をいたしまして、ご覧の通りですね、非常にこう急速にも増えているという状況にあります。内訳を見ますと、30代までがこの部分ですね、 74% を占めまして、40代までだと 87%、 若い世代が非常に多くなっております。また、子育て世帯、お子さんのいらっしゃるですね、世帯が47世帯で 22% を占めております。で、この内訳を見ますとですね、お子さん71名のうちに18歳未満の方ですけども、46名が、つまり 65% になりますが、就学前なんですね。まあ、その点では学校入る前に移住されてきているという方が、割合として多いということが言えるかと思います。それから、若者の世代が多いですので、20代から30代の単身夫婦が 68% を占めておりまして、そして移住して、こういったクリニック、訪問看護、映像制作、コンサルティング、民泊、飲食店、こういった仕事で寄与される方もいらっしゃるということであります。それから昨今増えておりますテレワークも、令和3年度同様14世帯いらっしゃいましたし、就農もですね、3世帯で、近年は1世帯ずつ増えてるんですけども、そういう形で増加傾向にあるのは間違いないだろうというふうに思います。で、本市におきましては、移住呼び込み施策として、新婚向けの住宅補助、こちらは新年度から、初期費用は所得制限なしということで、充実を図りましたし、第二子以降の保育所、保育料のサポートですね、3歳以上は国の制度として無料化されておりますけれども、福島市の場合はその3歳未満の皆さんに対しても第2子は半額、第3子は無料ということで、今年度から所得制限を撤廃をして、このような取り扱いもしておりますし、放課後児童クラブの方もこのような第2子第3子以降の減額という取り組みをしております。それから東京圏からの移住支援金として、ご覧のように2人以上家族の場合は100万とか、子どもさんお一人に対する増額とか、こうしたこともやっておりますし、あと就学前のお子さんが多いという点でいうとですね、福島市では、保育の中身で特色ある教育を進めて、その特色度を持って、この福島市を選んでもらおうという取り組みを進めておりますが、ご覧のようにですね、いろいろな特色を持った、保育、幼児教育がありまして、こういった
成果もあって、就学前のお子さんが増えてるんではないかなと我々としては考えております。それから新年度からは若年向けの住宅供給、こちらに力を入れております。先日も、もともとは自主避難者の帰還用向けであった子育て支援住宅をもう自主避難者の皆さんの帰還というのもだいぶ落ち着いてまいりましたので、子育て世代に一般の子育て世代にも目的を拡大いたしまして、先日募集を始めましたし、街中の借り上げ公営住宅も若年世帯向けに今、これ合計すると33戸ですかね、提供しています。それから新年度は新たに福島型スタイルとして、1階は高齢の単身者向け、2階3階は、新婚子育て世帯向けといったようなメゾネットタイプの新築住宅とか、あるいは DIY リノベーション住宅といったようなことを取り組んで、若い世代が入りやすい、そういった環境を作っていくことにしております。こうした取り組みに加え、何よりも本市の場合、相談体制を手厚くして、丁寧に、そして相談も対面の相談だけではなくて、実際に現場に行ってですね、一緒に回って歩いて福島の良さを感じていただくと、そんな取り組みでこれからも移住者の増加取り組んでいきたいというふうに思っております。1点目は以上です。それから2点目であります。道の駅が昨年の4月21日にオープンをいたしまして、この20日で、丸1年という形になりました。その実績とプレイベント1周年記念イベントについてお知らせをいたします。昨年度令和4年度初年度の実績はですね、丸1年には若干足りないんですけども、167万人になりました。目標は133万人ですから、かなり、上回った実績となっております。経過はこちらにもありますのでご覧いただければというふうに思います。また、ももらびキッズパークもですね、お子さんと、その保護者の入場でありますが、5万6000人ということで、こちらもかなりの、人数に来ていただいているという状況であります。ちなみに4月の20日までの丸1年の人数で申し上げますと174万人ということで、133万人に符合する数字はこちらになるかと思いますが、174万人来ていただいているということです。それから売上額はですね、累計で12億6000万人6000万円ということで、こちらも順調に売上が伸びているということであります。目標は18億だったかな、8億ですね、目標が8億ですので、1.5 倍ぐらいの売上を示しております。でこれまでにご覧のような主なイベントを実施しておりまして、やっぱり我々とすればこの特色を生かしたイベントを実施していきたいというふうに考えておりまして、この道の駅の山のすぐ向こうにはですね、スカイパークがあって、そこで、世界一のエアレーサーである室屋義秀さんが、練習しているわけです。普段でもその練習光景を見ることができるわけですけども、5月7日には室屋さんのエアショーをやったり、あるいは桃の最盛期には桃イベント、それから秋にはオータムフェスタ、そして、冬場は冬場でですね、やっぱり雪があって非常に人が減るんですけれども、それでも、こちらにあるようにですね、ウィンターフェスといって逆に雪を使ったイベント、こういったものも実施をしまして、集客に努めてきたわけであります。またこちらは果物が一番のテーマでありまして、福島の誇るフルーツ、宝石、果物の宝石箱といわれるさまざまなフルーツを提供しておりますが、この道の駅開業と合わせてですね、いちごの方もこの、宝石箱のラインナップにして、取り組みを進めてますが、釉薬ベリーという新しい品種に関しても、
重点的にこちらで取り扱っているという状況であります。また、直売所の傾向で見ますとですね、やはり一番多いのは農産物、果物でありまして、それから意外にもですね、意外にもといって失礼なんですけども、このパン、菓子、アイス類、この辺が非常にまた増えております。パンなども好調だということなんですが、菓子でいうとですね、やっぱり独自 のスイーツを提供してますので、これなんかも非常に人気があって売り上げが伸びているというふうに言えるのではないかというふうに思います。直売所利用者でありますけれども、これ全部の統計ではなくて、Dポイントを使われた方ですね、こちらの方はちょっとそのもともとのどこからいらっしゃったかという調査ができる仕組みになってまして、それを活用して、見たところ、これ Dポイント活用された方年間4万件ぐらいなんですけども、これで見ると福島県内が約半分、それから宮城県が 12.6、 山形県が 10.5% ということで、やはりこの近県で来られている方が多いわけですけども、一方で東京都からも 4%、それから埼玉県からも 2.6% ですから、かなり関東圏からも来ていただいているのかなというふうに思っております。そして、道の駅福島ではですね、この27日から、30日まで1周年祭を、実施をいたします。27日は、野菜詰め放題やガラポン抽選会、28日はお得な福袋販売、そしてメインは29日でありまして、世界一のダンサーである一条美優さんのダンスパフォーマンスや、福島が誇る、マーチングバンドの演奏なども、実施する予定であります。レストランやフードコート、桃並木キッズパークでも、1周年記念の特典をご用意しておりますので、ぜひおいでいただければと思います。また人気のスイーツでありますけども、テイクアウトショップ雪うさぎでは1周年記念パフェといったものもですね、用意しているんで、私もぜひ食べに行きたいなというふうに思っております。はい、2点目は以上であります。3点目は、ごみの排出に関する、統計の結果であります。令和3年度の一般廃棄物処理事業実態調査結果というのが、環境省から、公表されました。その結果、福島市は、人口10万人以上の、259都市の中で、多い順から数えて、14番目という結果になりました。量的には前年の、1人の1日あたり、1107g から 1.5% マイナスの1091g という形になりまして、推移はご覧の通りでありまして、ごみ減量大作戦などもですね、展開をして、平成30年からですけれども、取り組んでいる、成果も、まだ少ないとは言いながらも、出てきているものというふうに受け止めております。これまでの、順位の推移はご覧の通りでありますので、ご覧いただければというふうに思います。それから大体どんな感じかというのをですね、整理をしてみました。で、環境省の調査で言いますと、日本で一番多いのは北九州市で、1人1日あたり 1222g でありますが、こういった、多い順の中で福島市は1091ということで、14番目という形になっているわけであります。で、ちなみにですね、皆さん の, 発表資料の方には書いてあるかと思いますが、生活系は789で、これ6番目なんですね。それから、事業系は、301g で、5番目と64番目です。はい、で、その点ではですね、
まだ生活系の方がやはり全国的に見ると非常に多くなっているということで、まあ、特に生活系の減少に引き続き取り組んでいかなきゃいけないなというふうに考えております。それから東北の県庁所在市で見ますと、まあ、東北県庁所在市、まあ、259市のうちに、まあ、全部100以内に入っているんでおしなべて多いんですけども、県との中では福島市が一番多いという状況です。それから県内でいうと、まあ、福島市は今3番目という、まあ、10万人以上の都市は4つでありますので、そのうちの3番目ということになっております。まあ、福島県全体が都道府県レベルで見ると多い方から2番目ということでありまして、まあ、福島市はその平均よりも高いので県の平均も押し上げているような結果になっております。まあ、ゴミの有料化に関しては当面見送るということにいたしましたけれども、引き続きゴミの減量に向けて積極的な取り組みを進め、また市民の皆さんにもご協力いただいて減量を進めていきたいというふうに考えております。はい、3点目は以上であります。続いて4点目です。ICT で獣害対策をするということで、鳥獣害対策マップを公開をいたします。これはですね、月のワグマ、それからニホンザル、イノシシの目撃情報をですね、マップ上で、その動物の種類や期間などを指定をして、どの程度、そしてどの辺の場所で目撃されているか、あるいは被害が出ているかということを分かるように今回市のホームページに載せて、パソコン、それからスマホなどでも閲覧できるようにいたしました。まあ、こんなイメージになります。で、どのような機能があるかという点で申し上げますと、まず表示住種ですね、チェックを入れれば猿だけとか熊だけといったようなことも可能です。それから表示情報で、まあ、観察家とか種苗目撃とかいろんな種類がありますので、まあ、こちらでも、表示の種類を選択することが可能でありますし、地図の背景を塗り、切り替えることも可能と。それからアイコンをクリックすればですね、まあ、詳細情報を、閲覧することも可能であります。それから今登録情報はですね、4月の25日現在で、熊は2017年4月以降からの486件、ニホンザルは昨年、今年の4月以降の43件、それからイノシシは今年の4月以降の1件というのを今入力してありますけれども、例えば熊であれば、この10日間の出没の状況を知りたいという場合にはですね、カレンダーから期間を選択をして、そして図面上に表すことができるというような機能もつけてあります。はい、いろんな使い方ができますので、まあ、特に農業の方、山あいのところで農業をやっている方とか、あるいはハイキングなどに行かれる方は事前にこういったものも確認いただけると準備などもできるのではないかなというふうに思います。はい、4点目は以上です。続いて5点目です。新しい E の師匠、それから E の学習センターがオープンするというものであります。こちらが E の師匠の全体であります。で、供用開始は5月の10日、午後1時ということで、その日の10時から、落成式を、行います。まあ、セレモニーは、私の、式辞とか、まあ、祝辞をいただいた後に、オープニングイベントで、子どもたちに、いろいろと披露していただこうというふうに、しております。で、今回の、E の学習センターの、まあ、内容でありますけども、まあ、ここはもともと飯野町の役場で合併前は使っておりました。で、大震災後はですね、しばらく飯舘村の役場として使われておりまして、まあ、その後返還されて、で、まあ、市でもどのように使うかというのを、まあ、検討してきたわけであります。で、これまでの飯野の学習センターが非常に老朽化しておりましたので、
こちらの飯野支所の中の方に移転をさせて、それで支所と一体的に使えるようにいたしました。まあ、1階のこの辺が支所の部分でありますが、それ以外はさまざまな学習センターなり、まあ、市民施設として使えるような形にしておりますし、まあ、これまでなかったエレベーターも今回設置をしております。で、主な特徴としてはですね、まずユニバーサルデザインに配慮した館内設備ということで、多目的トイレや授乳室、エレベーターあるいは段差のないフロアといったようなものを施しております。それから親子が気軽に利用できる施設として、こちらにあるようなキッズコーナーとか、あるいは絵本の読み聞かせができるキッズスペース、まあ、こういったスペースも取ってあります。それから災害時にですね、おける避難所としての機能で、既存の発電機に加えまして、まあ、最初にありました太陽光発電を作って、そして蓄電池を整備をして、停電時でも電気を使えるようにしておりますし、防災用品を備蓄しております。まあ、その他多目的スペースホール、さらには飯野町の特徴であります和田遺跡の縄文土器とか、さまざまな文化財をこちらの方で展示をしてご覧いただけるようにしているというものであります。そして報道機関の皆さんには本日の1時から内覧会を実施をいたしますので、どうぞ取材をいただければというふうに思います。5点目は以上です。続いて最後6点目になります。昨年の4月5日、飯坂線の踏切事故が発生をして、1年が経過をいたしました。まあ、本市では、こういった事故を繰り返さないようにするために、さまざまな対策、特に新年度は踏切を閉じるとか、あるいは踏切における、その表示を充実させるとか、まあ、そういう取り組みも進めてまいりますが、まあ、それだけではなくて、踏切事故の防止を訴える今回啓発動画を作りました。で、まあ、やはり踏切事故というのは重大事故につながる可能性がありまして、正しい渡り方を知っていただく必要があると。それから踏切の中で立ち往生してしまった場合どうするのかということも知っていただく。それから、遮断機も警報機もない踏切があるよということも分かった上で踏切対策をしていただきたいということで、この動画を作ったわけです。で、これはマルチビジョンとか市のホームページ、 SNS、 YouTube、 交通安全教室などで、実施をしてまいりますし、それから皆さんのところにありますように、DVD での貸し出しも行いますので、使ってみて見たいという方は、ぜひ市役所の生活課まで、問い合わせいただきたいというふうに思います。で、内容的にはですね、3つの注意点で構成されてまして、踏切の手前では必ず一時停止して安全確認をしましょうと。それから警報機が鳴り始めたら踏切の中では入らない。そして、踏切の中ではとどまらない で、もし立ち往生した場合どうするかといったようなことも、こちらで入れてあります。で、特に遮断機も、警報機もない、いわゆる4種踏切ですね、まあ、こういったところは、特に、ご注意をいただきたいというふうに思っております。あれ、動画流れるのかな。あ、流さないよ、はい、今日はちょっと動画流しませんので、皆さんの、資料のですね、QR コードを、読み取っていただければ、すぐに流すことが可能です。ちなみに今できるかな。いや、準備ができない。あ、そう、はい、じゃあちょっとできないので後でまたご覧いただければと思います。はい、私からの、発表は以上であります。
それではただいまの発表事項について質問を受けします。ご質問のある方は挙手願います。どうぞ。 KFB さん。 KFB の伊藤と申します。よろしくお願いします。ゴミの排出量についてなんですけども、はい、まず福島市のゴミ減量大作戦の、総括といいますか、着実に減ってはいると思うんですけど、はい、やっぱこの3年ぐらいちょっと減らすの難しい、減ってはいるんですけど、こう減りがちょっとずつこう鈍化といいますか、難しいのかなというところはあると思うんですが、はい、まずこの大作戦の総括をお聞かせください。はい、特にこのゴミ減量大作戦の期間にですね、台風19号とかあるいは2度の地震がありまして、その災害関係のゴミというのもかなり実は出てるんですね。で、その点ではゴミの減り方が少ないという部分はあるかと思います。で、ただそれを除いてみた場合は、それなりに減っているというのは確認できておりますので、やはりゴミ減量大作戦をやって、やった成果というのはね、それなりに現れているというのは言えるかと思います。で、ただこの辺も全部市の審議会にもお出しをして評価いただいたわけですけども、ただこれを抜いてもですね、本来市が目標としていた現状部分までは達成することはできなかったということで、まだまだ我々としては努力不足というのは認識しております。これからもさまざまな対策を行って、ゴミの現状に努めていきたいというふうに考えています。はい、関連してなんですが、やっぱり生活系が全体の順位を押し上げているなという印象はあるんですけど、はい、ゴミの有料化は見送りましたけど、今後どういった対策でゴミの減量化取り組んでいくお考えかということと、あと、そもそもこの生活系がやっぱりこう全国的に見ても多い要因をどうお考えかということですね。はい、例えば都会と比べてね、絶対的に違うのは草切りなんですよ。だから都会はまず庭とかないですよね。ところが福島の場合はだいたい皆さん庭だと思っていらっしゃって、そこで草刈りとかやって、そしてその草が出てきたりとかですね、その系統が実はかなり多いんだろうと思うんです。で、これはこれで出るのは仕方ないんですけども、例えば出る際にも乾かして出していただければ、それでかなり減量にはつながります。これはいわゆる日常的な食事関係のゴミもそうでありまして、その点では水切りといいますかね、乾燥というのを徹底させることでだいぶ減量は減るんだろうと思います。それから今、事業者の皆さんなどともにも協力いただきながら、ゴミの分別収集をより進めてるんですね。で、資源化することで実質的にゴミとして廃棄するものを減らすということは大事かなというふうには思います。で、実はゴミの中にはですね、資源ゴミとして集めたものも全部入っちゃってるんですよ。これは国の統計上ですね。で、それだと本当のゴミ減量の努力とは本来ちょっと違ってる面もあるので、その点では福島市ではその資源化するものは今後はちょっと外して、やっぱり純粋の生活系の廃棄されるゴミで目標設定してやろうかというふうには思ってます。ですから今後分別収集を徹底することで、その廃棄されるゴミというのは減ってまいりますし、それから資源化できるものもやっぱり、これは市の努力だけではなくて、事業者の皆さんも資源回収とかあるいは資源化ということをやっていただかないと、どうしても回収できないんですよね。で、そういうものも強化をして、そして最終的にゴミとして出る量をですね、減らしていきたいというふうには思っています。それから当面有料化に関しては当面見送るということにはいたしましたけども、これはあくまでも当面で、審議会からはかなり強く有料化すべきだという意見をいただいておりますので、我々としてはその有料化の検討も並行して進めていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。はい、他に質問ございますか。民放さん。民放の渡辺と言います。はい、10マップの件なんですが、はい、こちらは県内で他に導入しているような自治体でしょうか。ですね、多分公開しているのは福島市が初めてになると思います。はい、あと聞いている限りは内部
的な扱いでは猪苗代町さんがやっておられるという話を聞いてますけども、これは福島市が初めてです。それからちょっと言い忘れました。でこの仕組みはですね、皆さんの発表資料にあると思うんですけど、ですね、発表資料の、この2番の主な機能のところに、米印がありますよね。そこであるように、これは本市で有害鳥獣被害対策協議会アドバイザーというのを福島大学の望月先生に委嘱してるんですが、でこの仕組みはその望月先生と市内にも置かれてますエフコムさんが開発した仕組みシステムを使って、今回このようなものを提供させていただくということで、これはある意味ではこの仕組みを使っているのでは当然これ全国で初めてにもなりますし、県内でも初めてということですね、はい、自治体の職員間では使っているところはあるかもしれないけど、市民にこう情報提供しているのは福島市で初めて、初めてですね。ですから猪苗代町さんでは一応内部の、はい、なんというか、その活用としては使っているという話はお聞きはしています。やはり広く活用してほしいということで、こういった形で公開したというところです。そうですね、先ほども申し上げましたように、農業者とかあるいは山間のところに入る方にとってみればね、どういうところが警戒しなきゃいけないかと、あるいは最近出てるのかどうかとか、こういったところ、特に熊なんかは重要な情報だと思いますので、我々として公開をしたというものです。ありがとうございます、はい、他に質問ございますか。民友さん。民友新聞の鈴木です、はい、飯坂線の踏切の事故から1年ということですけども、はい、注意喚起とかソフト面の対策は進められると思うんですけども、抜本的な対策というのはまだ現状できていないと思うんですけども、事業者のだけでそういう、遮断機とかを設置するというのは費用面もあって難しいということなので、市としてこう今後どういうふうにそういう対策を進めていくかというのも、もしいや、これは共同でいろいろな対策を進めているわけですね。ですから当面、ご理解いただいたところは踏切自体を廃止したりもしますし、それから何て言いますか、その警報的な、表示とかそういったものも強化はしてまいります。でそれ以外のものはですね、やっぱりちょっとこう時間かかるわけですよ。で私としてはですね、例えばなぜこういった踏切ができてしまったかというと、もともとこの辺のお宅は道路沿いにあったわけですね。でそれを道路に沿って飯坂線が後でできて、で普通に道路に出るところがなくなっちゃって踏切ができてしまったわけです。ですから考えようによって、本当はその時に別の指導をつけるっていうのが、まあ、我々としての一つのまた責任だったのかなとは思ってるんですよ。ですから周りの道路の状況からして、指導ができるものであれば指導をつない、こういったお宅につないでですね、そして踏切を閉じるという方策も検討しています。それから踏切の遮断機となると非常に高額になるわけです。でそれを一つ一つにやるというのは、正直言ってもう全額行政で負担するわけにもいきませんので、そうなってくると事業者はできないという形になってしまうんですね。しかし例えば使っている方が限定的であるならば、そんな いろんな情報と連動されたさせた踏切ではなくても、例えば渡る前にちょっと上げて後で自動的に閉めるとか、そういう簡単な仕組みでもいいのではないかというふうなことも考えてまして、まあ、いろんな対策を、検討してですね、そしてそれぞれ の利用者の皆さんなどにご理解をいただきながら、抜本的な対策を進めていきたいというふうに考えています。分かりました、ありがとうございます。他に質問ございますか。朝日さん。朝日新聞の話を見ています。鳥獣害マップの話に戻りますけれども、はい、これは何でしょうか、情報の入力とかその更新の頻度とか、それってどの程度になって、これは市の方でやりますが、
情報が入ってたら、まあ、逐次実施していくということですかね。はい、例えば出没した時のこう警戒、情報みたいな流れる時あると思いますけども、そういうものにも活用できるんですか。警戒情報に活用できるってことですか。例えばどこどこで、クマが出たので注意してくださいみたいなこうパトロール広報が流れるような、我々 SNS の感覚で流したりしますね。でそれはこれでも使える。だからちょっと今警報を入れるかどうかというまではちょっと分かりませんけれども、まあ、当然その時にこちらに情報が入ればこちらの方に入力をして、そしてその場所が、まあ、最新の情報として出てくるわけですね。まあ例えばその、今こうやって出てきて警報だよと、例えばこう点滅して分かるようにするとかですね、そういうふうなシステムまではちょっとそこまではシステム上対応できてませんので、まあ、まずはこうやって情報をオープンにするということから我々としては運用を始めたいというふうに思っています。ございますか。読売さん。読売新聞の大沢です。すいません、移住者が過去最多についてなんですけれども、はい、これは県内からの移住者なのか県外からの移住者なのかとか、そういったことは分かるんでしょうか。一応これ両方ですよね。全部入ってます。どちらが多いというか、ですね、ちょっと待ってください。県外が多いです。県内が多い。県外、県外、はいはい、県外が多いということです。内訳わかるかな。内訳ですけども、まあ、首都圏からする、まあ、パーセントでよろしいですかね。はい、全体で、まあ、まあ100とすると首都圏の方から東京圏も含めて約、36% で、それ以外の都道府県からと 34%、 で県内ですと 30% という形になりますので、県外の方が約 70% という形になっております。基本的にですね、我々の移住施策を通じて入ってきている方なんで、まあ、その点では我々の移住施策ほとんどが県外が対象になります。まあ、その点では統計的に県外で、県内はどっちかというと結婚の関係だよね、多いのはね。そうですね、はい、新たに転入してきて新婚家庭に対する支援もありますん で、 でそれでカウントされているというケースが多いんじゃないかというふうに思います。県全体で見ると人口流出、転出が多くて、まあ、問題になっている中で県外からの転入というか移住が多いというのはすごいと思うんですけども、改めてこう どういった支援がこう成果があったなというふうに評価されますかね。いろいろな、ね、手厚い支援をやってるんですけども、まあ、まずはいい町になるというのが一番だと思うんですよね。その点では魅力ある町にするというのを我々としては今一生懸命やっています。やっぱりあとはその福島に移住してずっとやっていけるという、そういうなんて言いますかね、見通しを立てられるというのが大事かなというふうに思ってまして、まあ、その点ではIT 関係とかね、やっぱり起用される方はここに来てやっぱり仕事してみようとか、そういう環境が整っていればやっぱりやっていただけるんだろうと思うし、まあ、あとはまあ、先ほども申し上げましたように就学前の子どもたちが多いわけです。でその点では私は保育所とか幼稚園、待機児童をなくすことはもとよりですね、より充実した教育で、お子さんをファーストのね、子どもを第一にした対策で選んでもらおうと思っているわけですけども、やっぱりそういったものを魅力に感じてこられるって方も多いんだろうと思います。まあ、それはお金の面でいいことには越したことないと思いますが、まあ、移住者の最終的な決定要因として私はお金というのは、まあ、経済的な支援は、まあ、2の次かぐらいかなと、あるいは一番ではないんだろうとは考えています。他に質問ございますか。テレビさん。
福島中央テレビ小山と申します。よろしくお願いします。2点伺いたいと思います。はい、まず移住者数についてなんですけれども、はい、平成28年が、7人と、非常に少ないなと思ったんですけど、はい、それ以前にはデータがないのか、もしくはその平成7年から、こういった政策が始まったのか、お聞かせいただけますでしょうか。ある意味ちょっと私が取り組んでからっていうものも分かるようにちょっとやってるんですけども、その前もほとんど7とかそれよりも以下のレベルですね。で、福島市の場合、例えば相談窓口なんかもなかったんですよ。ですから当然今これあくまでも市の施策を通じたということなんで、自然体で移住されている方はいらっしゃったと思いますけども、市の政策を通じて移住したというのはほとんどだからいなかったわけです。で、この辺りから相談を開始して、で、例えばコロナ禍になっても、我々オンライン相談なんかもやったんですね。やっぱこれ非常に好評で、コロナで地方に移住したいと、しかしなかなか情報分かんないけどオンラインで顔合わせながらですね、相談できるなんていうのでなってましたし、それからいろいろな移住施策、先ほどお示ししましたけど、あれも近年作ったものばかりなので、その点ではそれを通じて来られたっていう方は今こうやっての今に伸びているということだろうというふうに思います。やはりそういった取り組みがないとなかなか移住促進にはつながらないということで力を入れていらっしゃるという。そうですね、はい、やっぱりそれをやらないと福島の良さもアピールできないし、来られる方も自分の不安の解消にならないと思うんですね。だからやっぱり自分で納得して移住されると思うんで、やっぱり福島に行ってみようと思うため その念押しする情報なり支援策というのがやっぱり必要なんだろうというふうに思っています。ありがとうございます。データに関してなんですが、373人というのが、県内の、他の市町村に比べて多いのかというデータもしお持ちでしたら。いや、それはですね、県庁が調べることになると思います。で、はい、ちなみに私の知ってる限りでは、実はこの移住者のだから定義がいろいろ違うんですよ。で、我々はあくまでも今福島市の政策の効果を確認しながらやるためにその政策を通じた移住者で整理してるんですね。で、一方で転入された方にいろいろアンケートを取って、それでこれはと移住者に該当されるでしょうという形で取っておられるところもあると思うんで、ちょっと定義が違うものがいろいろ数字で並んでいるのが現実じゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。はい、よくわかりました。もう一点だけ、はい、住マップについてなんですけれども、はい、こちらを導入するようになったきっかけ、もし、怪我をされた方がいたとか、もしくは食害によって農産物に被害が出たとか何かそういったきっかけのとなる出来事あったようでしたら教えていただけますでしょうか。はい、それが決定要因というわけではないですけれども、昨年は熊の害によって、しかも住宅の庭まで出てきてですね、襲われて被害に遭ったという方もおられました。で、やはり近年熊の害なども非常に増えておりますし、それから猿による農作物被害なども相変わらずまだありますので、その点ではまず我々も対策を取るためにはですね、やっぱりどういう地域でなってるかとか、そういうのをやっぱりデータベース化して見える化しなきゃいけないわけです。で、それは役所としても必要なんですけども、せっかくこういうデータベースしたものは市民の皆さんと共有をして、そしてそういった状況を知ってもらった上で行動を取っていただくのが被害の軽減につながるというふうに考えますので、その点では今回こういう形でオープンにしたということです。ありがとうございます。はい、他に質問ございますか。内容であれば発表事項以外で皆様からの質問をお受けします。よろしいですね。内容ですので以上をもちまして定例記者会見を終了します。本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。